続けていきます。すいません、今やる予定じゃなかったんだけど。
バービーボーイズってご存知ですか？バービーボーイズ知ってる人、はい、のエンリケってベースの人知ってますか？南米の人とね、あのアリノコみたいな人なんですけど、その人がやってるバンドと対バンになりました。エンリケがベースで、ドラムがバフガムのドラムって言ったのね。で、ギターがナイトホークスのギターとかって言ってました。3人。普通、プロとね、対バンしたらちゃんとありがとう、音楽で帰るんですか。見ないで帰ってしまいました。それはなぜでしょう。私、トップバッターだったんですけどね。リハが終わって時間が余ったので、そのエンリケさんにですね、ちょっとそこの店飲みに行きません？さっさと、はい。ちょっといろいろ見て回りたいからいいやって。って断られてしまいました。あ、そうですか。残念です。で、そのお店一人で行ったら、閉まってました。行かなくてよかったですね。うん、で、そういうことがあったもんですからね。別にそういうことがあったわけで、あったから見なかったわけじゃないんですけどもね。まあ、興味なかったってことですね。バービーボーイズって何ですか？バービーのボーイズですか？バービーってあの、Yes, Fall in Love とか。違うバービー。そういうことをね、楽屋で言って。聞こえるように言ってやろうかと思ったんですけど、また喧嘩になるから読みましたけどね。身長こんなありましたね。180ぐらいあるんですけど、もうできましたか？ああ、じゃあ何か喋ります？大丈夫ですか？ああ、じゃあもうベースを入れてやりたいと思います。曲名は This Masquerade と言います。